願いします。お願いします。まず基本は相手でこうしっかり持って、ね、そしたら前に、ね、3回です。手はこのままね、お尻を後ろに最後に前に。手は前の前ですから、お尻を後ろに下げる。手が前に。で、こう。先からは上がらないからね。これは無理。こう、自分のお腹の前を通っていく。自分のお尻を相手のお腹の方にくっつけるような気持ちね。後ろに向かえた場合にはお尻をぶつけてほらさっきの状態にして左足だからこっちも動く。一挙でいいよ。徐々に足はねこう手をつけちゃってくださいね。今右足でね、左を向きます。肩の力で手を上がって足を下ろす。左を向いてね、そしてこうお腹の前に持って、ふらげます。基本でいきます。お腹は半身でやってくださいね。まず僕で感じに向かったら、入ったとおり、こういってくる、ずっと下まで行きます。こうやって、こうやって、で、手を持って、こうならないように、こうならないように、
刺して歩きます。で、神様に向かってはやっぱりこれ峰の方を
こっちね、抜けないようにね。これは多分ね、顔を向こうに向けて、こう、すり抜けるよね。だから、演武の時に今からやりますよっていう時は左側です。いつでもできるよ。右側に置いたら、もう演武終わった時には右側。もうやりませんという合図ですね。で、やります。このように左、ね、演武やった時はもういつでもできるように。そして、あまり頭下げません。ね、相手の膝頭ぐらい、こう見えるぐらいに、そこからできるようになるね。そういう気持ちです。ありがとうございました。